あの浮いたなとかいうのが最初の拍手のポイントなんですけど、あ、そうですね、そういう拍手があるといろいろ技をやっていきます。いろいろ危ない。こんな感じです。そうです。じゃあ今度は足の下、今度こそ足の下いきますよ。足の足の下下、拍手は来るまで連続です。で、今2本使ってる棒を1本片手でこれを回します。いきます。よいしょよいしょ。ここも拍手のタイミングです。完璧です。